どうも高井です。正しいことがわからないから先人の知恵。最近戦略の本質って本をたびたび読んでいて、結構いい本なんですけど、中には弱者の戦略、強者の戦略の違いについて書かれてて、わかりやすい。ちょっと例え話しますけど、テストの点数において1位から50位まであるとして、1位の圧倒的に点数の高い人は目立つんだけど、2位から下って正直あんまり見ないよね。まあ見たとしても、あなたの友人か、もしくはあなたのライバルであって、くっそあいつ今順位どこだっていうふうに見るかもしれないけど、それ以外では見ないよね。だからこれを集団面接でアピールするときに置き換えても、いかにプレゼン能力があるかも重要なんだけど、あなた自身が数学が得意ですって言ったところで、すぐ隣の人が数学があなた以上に得意で専門家レベルまであったとしたら、あなた自身がいくら数学の分野をアピールしてたとしても、やっぱり専門家レベルまで数学の能力が高い人を取りたいよね。そもそも戦略の意味ではあなたは負けちゃったっていうことになっちゃう。でそれもこういう本読んでてないと、そういう戦略でどこで負けたのかに気づきづらい。それって失敗に気づきづらいってことじゃん。だからこそこういう本読んだ上で考える、まあ、これも後ろみたいな本もあるよ、あるんだけど、知識をつけて考えるっていうのはどれだけ重要なのかってことを、こういう動画で紹介したいと思ったので今回話してみました。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。